半分です、今日はリマールでやっていきたいと思います。で、自動調理器なるものが作れるようになりました。ちょっと今まだ資材が足りないんであれなんですけど、とりあえず物が集まり次第ここに作るということで、一応計画だけしとこうか。この銃眼ってやつも作ってみるか。どんな感じで使うんだろうな。こうやって使うのかな。これ L 字に、あ、こっちはいらねえな。なんかこれ良さそうな感じしない？開口部から射撃が可能になり、安全にあなたの家から手榴弾を投げることができます。あー、なるほどね。家のここにして、こっから手榴弾ポイポイするっていう戦法か。まあちょっと次襲撃来たら試してみようか。お、襲撃来た。うわ、ドロップポットできたね。あ、でもいいね。せっかくだから試せそうだ。間に合うかな。あ、来た来た来た。さあ、どんな感じかな。あれ、こいつら来ないのか。早く来てほしいんだよな。待ってるこっちの身にもなってくんねえかな。こっちはパーティーの予定を押してこっち来てるんだからさ、ちょっと気遣えよ。まだっすか。ほら、もう一晩開けちゃったじゃん。あ、危ねえ。こいつ、ライフル装備してなかった。は？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 ちょっと待って、ちょっと待って、いつの間にこっち来てんの？なんなんだよ、お前ら。そんなくぐり抜ける？いや、全くもって意味をなさなかったな、こいつ。あれだな。これ一回、だーんとここまで伸ばした方がいいな。おぉ。すげえグッドタイミングだな。メテオがプラスチールで出てきた。よし、これで自動化できるぞ。やったー。よし、できた。これが鉄製自動調理器。出力方向、あ、ここが出力なのかな。はいはい、じゃあここにしよっか。で、目録。はい。あー、なるほど。これ、do forever にして、食材は誰が入れるんだ？資材を探しています。あー、ここの周りに置けってことかな。ちょっと置いてみるか。ここに、例えば、じゃがいもとか置いてみる？大麦でもいいしな。再展示できないかな。あ、再展示できるな。これさ、ここに置いた方がいいんじゃない？これで、あ、簡単な食事できた。あ、いいね、いいね。すげえ。すげえぞ、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。これ、すごくない？これ、もう、黄身、用済みになっちゃうんじゃないか？あ、すごいぞ、これ。ガンガン作ってるぞ。これ、すげえな。はあ。なるほど。これ一回ちょっとゾーン削除して、削除します。で、備蓄ゾーンここに設定して、この食材をここに置くようにして、最優先、最重要で置いてってやれば。これ今資材探してるでしょ。ああ、ほら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 、これを使うようになるでしょ。これもう簡単な食事作んなくていいよ。こっちの方が早いもんだって。わ、すごい。すごい勢いで食事も増えてってる。はあ、なるほど。ってことはもうこれ、do forever じゃなくて、200個とかにしてもいいかもしんないね。あ、でもそうすると食材が余ってきちゃうのか。か、とりあえず do forever で作りまくろう。いや、これすげえわ。もうだって夜寝てる間もずっと作るもんね、こいつ。この運搬役さえいれば、もう無限だ。え、逆にさ、ここに、この、ストックパイルクレート置いたらどうなるの？そしたら、食材だけめっちゃ入るってことかな？やってみっか。はい、できました。で、このアイテムを、調理済みの、手の込んだ食事にしておけば、わ、すげえ！ガンガン入っていくんじゃない？これ。来ましたね。あれ、でもなんでこれ出されちゃうんだろう。ああ、優先だからか。ここ最重要にしときゃいいね。あれ？
あ、手の込んだ食事にしてるからだ。簡単な食事だ。すげえなこれ。てか腐んないのかなこの中って。わあ、なんかすげえ自動化やってるっぽい感じになってきた。これでこの中に1000個入るぞ、簡単な食事が。そしたら逆にこっちはなんか適当に炒め料理とか作ればいいんじゃない？うわ、料理スキル10だ。そっか、これやってると料理スキル上がんないんだ。あ、それは考えものだな。そしたらとりあえずこっち作るのも続けてもらおっか。でこっちはちょっとやりすぎないように、もし食料危機みたいな間に合わないことが起きてきたら作るようにしようか。ちょ、思ったよりすげえスピードでこいつが料理するから、フル稼働させたら多分入植者20人ぐらいいても全然余裕でさばききれそうだね。いやすごいわこれ。あとやっぱこのクレートは超便利だね。この10品目がこの4マスに入るようになるから、相当倉庫がこうすっきりする。こんだけ資材持っててもこれで足りてるもんね。だから多分キッチンも割と生食材とかこれにしちゃっていいような気はするな。何個もバーって作ってさ、まあこれで無事冬は過ごせそうだね。いやーよかったよかった。というところで今日はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。